こんにちは、高太郎です。広島特産、豊かな自然の恵み、秋の広島、こちら、セラナシ、梨です。セラ香水農園さんの梨でございます。香水梨、届いたのでございます。今年初の秋の味覚、梨と。それではね、開けてみたいと思います。せーの、よいしょ。じゃーんと。そう簡単には中は見れません。クッションが入ってます。それではいきます。じゃーんと。そう簡単には中は見えません。それでは中開けてみます。じゃ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 ーん。はい。梨でございます。こんなに並んでると、どれを食べてやろうかなと悩むわけなんですが、私はもう梨を食べるとき、何を見て決めるか。まず、梨の粒々が綺麗に均等に粒粒ってるか。形がいいのと、粒々の感じがいいの。で、一番重要視するのは、こちら。お尻の穴の部分。このお尻の穴の部分が、ちゃんと元気がいい感じになってるかどうか。それが、この梨を選ぶ最大のポイントとしております。今日、この中から、私が選ぶ梨。じゃーん。それでは、今年初の梨。いただいてみたいと思います。はい、ということで、どうやって剥くか、やはり、じゃーんと、オルファ GTR リミテッド。全然違います。ではこれで剥いてみたいと思います。リンゴの皮、最高53メートル皮を剥いてったと。リンゴ狩り行った時ね、おじさんが説明してたのが、普通はね、こうやってね、こうやって剥くのが、まあ、普通なんじゃけど、わしらは縦に剥くんじゃと。縦に向いて食べたい分だけ切って食うんじゃというふうに説明してくれたんです。まあ普通にぐるぐる回して剥いてみたいと思います。それでは行きます。カッターなのでね、すごくね、薄く切れるのと、これ注意しないと、カッター、あら?約3センチ。皆さん注意してくださいよ。カッターで切るのは、あ、先ほどより、短い。三度目の正直。これもう本気です。血の皮を剥いちゃって、てむけました。お、皮はまあこんな感じで、あ、そこそこいったと。それではね、いただきます。こうやって。パン、うわ。うまい。これはうまいわ。